現在の SCP-137 の携帯。アイテム番号 SCP-137。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-137 は穏やかで扱いやすい状態を保つために、ヘアブラシと草原を描いたポスターが貼られた施錠された部屋に保管されます。SCP-137 に配置日2、3回の食事を与えなければなりません。いかなる状況下でも、SCP-137 の存在する半径500メートル以内には一切の玩具の持ち込みは許可されません。説明 SCP-137 は玩具に憑依することで、物理的性質、大きさなどを現実のものと全く同一にする存在です。例えば、SCP-137 が憑依したテディベアは即座に本物のクマとなり、それと同じように行動します。SCP-137 は一つの玩具に憑依しているときは、他の玩具に憑依することはできません。SCP-137 の憑依の効果は、観察の結果では半径250メートル以内に留まっていますが、さらなる検査が終えられるまで能力の半径は500メートルと仮定されます。SCP-137 の発見は、最初の犠牲者として子供を含む、一連の奇妙な殺人事件について財団へ通報があったことからでした。連続殺人にしてはあまりにもランダムな死者が出ているため、財団のエージェントが調査のため送られました。PTSD によって苦しむ少女へのインタビューの後、裸の男が彼女の寝室へ突然現れました。それは同じ地区内でゴリラの姿でも出現しました。SCP-137 が追跡の結果荒野に追われ最終的に、の、にて捕獲された時、それはぬいぐるみのポニーへ憑依していました。SCP-137 は鎮静化され、その後ヘリコプターによってサイト、19へと輸送されました。検査の結果、SCP-137 は憑依している玩具の特性を取ることが発見されましたが、しかしただ子供だけがその憑依を知覚することができます。おもちゃの兵隊は暴力的な、重武装した男性になります。ぬいぐるみのライオンの攻撃は人間を殺害し得ます。しかしながら、それは真の知性というものを欠いています。長期記憶、学習や抽象的思考を行う能力を示していません。詳細については、実験記録137を参照してください。SCP-137 は現在、聖のお姫様の人形に憑依しています。ほい、インタビュー137、1。インタビュー SCP-137。インタビュアー、博士。目的いかなる手段によって、またなぜ SCP-137 が玩具に憑依するか調査する目的で、このインタビューは行われた。博士こんにちは、調子はどうだい ?SCP-137 こんにちは。私はプリンセス、フラワーですわ。あなたは私の王子様ですか博士いや、違う。君がいかなる存在なのか、私に教えてくれないかね ?SCP-137 私は王女ですわ。世界で一番美しい王女ですわ。博士君はどこから来たんだい ?SCP-137 私はお城に住んでいますわ。あなたは私の王子様ですかさらなる質問でも回答は同様のものであった。実験記録137。日付、試験材料おもちゃのジェット機。結果おもちゃは実物大の F-16 に置き換わり、試験施設の内部で離陸しようとして甚大な被害をもたらした。破片は速やかにプラスチックに戻り、SCP-137 は現在の姿で蘇生した。メモこれからはジェットエンジンやミサイルを装備した材料を試験するのはやめてくれ。この試験は高くついた。日付、試験材料。ブランドのレーシングカー。結果おもちゃは実物大のフェラーリに置き換わり、試験施設の周りでレースをしようとして最終的に高速で壁に激突した。再び破片はプラスチックに戻り、SCP-137 は現在の姿で蘇生した。メモ今後車両の試験は管理官の許可を必要とする。日付、試験材料は2のキーチェーンの飾り、エージェント、ソレンソンのキーに取り付けられていた。結果廊下に体長6メートルのエリエワニ。
死者14人。メモ今後すべてのエージェントはサイトに入る前におもちゃ、もしくはおもちゃのようなものを持っていないか検査を受けること。日付、試験材料、ブランドのアメリカ軍兵士のアクションフィギュア。結果おもちゃは兵士の作業服を着た成人男性に置き換わった。男は大きなライフルを持っており、収容されるまでに職員5人を殺害してのけた。メモ次はもっとおとなしいものにしよう。日付、試験材料、ブランドのオフエサージオーンズのおまわりさん1のアクションフィギュア。結果警官の制服を着た成人男性。男はずっと、星、がどこに行ったか尋ねたり、研究員に違法薬物を取らないよう言ったりし続けた。男は尋問を試みた後、研究員のことを犯罪者だと主張し、収容されるまでに2人を射殺し、別の1人を手錠で拘束した。日付、試験材料パンダのぬいぐるみ。結果非常に大きなパンダ。かわいい、外見と装飾性の生態にもかかわらず、パンダはやはりクマだということに注意されたい。パンダは前に進み出て1人の研究員を抱きしめ、収容されるまでに肋骨を3本へし折った。日付、試験材料、のプラスチック製積み木の箱。結果素焼きのレンガが箱の中に現れた。レンガは消失し、異なる素材のレンガに置き換わった。これが数時間続いた後に物品は破壊され、この異常により現在の宿主が復活した。日付、試験材料、ブランドのヨーヨー。結果ヨーヨーは姿を変えなかった。しかし自立するようになり、一人でに動いて多彩な技を決めた。これは研究員の指から外して壁のフックに引っ掛けても同様であった。日付、試験材料、ブランドのドクターセレニウムのアクションフィギュア、パッケージに、地球で一番賢い男、との注意書きがある。結果白衣を着た成人男性、男は自分の、驚くべき知性、について何度も言及した。しかし何かしらの科学的または数学的知識について質問しても決して直接答えようとはせず、単に自分が、地球で一番賢い男、であるというだけであった。不毛な質問が数時間続いた後に試験は終了した。